クワへ大きな拍手を送りください。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。なんか新鮮ですね、こうやって MC するのもね。すいません、ね、途中でありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。なんで MC が出てきとんねんってことだと思うんですけど、すいません、ちょっと短すぎましたかね。え、本当ですか。ね、でも、あれですね、CD でもサシャさんの、はい、あのね、おたけびにも似た、そうですね、あれが聞けますね。おたけびなのかな、謎なサシャさんね、ありがとうございます。サシャさん、声かけいただいて。次やるとき倍にしましょうね。倍歌詞はあるの。歌詞考えてるけど。あ、ありがとうございます。え、次もありがとうございます。こんな、え、これアーカイブ残りますけど大丈夫ですか。あ、大丈夫です。ありがたいね、そんな、ありがとうございます。スターウォーズ友達。そうなんですよね。スターウォーズが好きで一緒に映画見に行ったりとかした縁で。今年もね、最後ですね。そうです ね、 ね、感慨深いね、最後の時代。お、ごめんなさい、二郎さんの前にかぶってましたね。すみません、失礼しました。二郎ファンの皆さん、ごめんなさい。今回、まあ、こうやって出ていただいたのは相当ね、 YouTube のイベント、はい、あんまないんですよね。そうですね、僕ら結構デビューしたての頃とかってこんな整ってなかったし、こうストリーミングがこんな綺麗に止まらずに動くというのはほとんどなかったので、今この時代をすごく楽しみにしていますね。あ、そうですか、はい、ね、今回もアルバムかなりその YouTube を使ったプロモーションっていうんですか、はい、全曲出したりとか、はい、あと拓郎さんによる解説があったりとか。そうですね、やらせていただきましたね。ありがとうございます。ドイツ語パートも気に入っていただいております。今回のアルバムの中で一番好きな場所はサシャさんのとこです。今日はどういう回ですかこれ。あ、ありがとうございます。サシャさんに盛大な拍手を。ありがとう。ありがとう。本当に子供の頃の自分に教えてあげたい、いつかグレーのステージに立ってるよって。ありがとうございますね。そのどうですか、こう今回そういうふうにいろいろと YouTube を活用してみて、はい、そうですね、やっぱり今どう見ても最新のグレーじゃないですか、はい、こういうのをやっぱり見られるっていうのはやっぱりこう遠方から来れない方だったりにしてもすごくいいメディアじゃないかなと思って、最新のグレーをいつも配信するようにしています、うん、でも全曲出すって結構すごいですよね。結局なんか入り口が YouTube だったりしてすごく僕もよく使うんですけども、そこから気に入っていただけたらこう製品を手に取って歌詞なんかも読んでいただけたら嬉しいなと思いますね。なるほどね。あと他にもですね、私も覚えてます、20年前会場にいましたけど、グレーエキスポ、はい、1日限定で公開してみたりとか、そういうこともされましたね。今年は本当に25デビュー25周年ということもあって、そういったねライブはもちろんだけども、こう CD から、そういった新しいメディアに対しても、積極的に動くようにしていますね。皆さん見てるんですか、結構 YouTube は。しょっちゅう見てますね。本当ですか。はい。どんなの見ます。結構グレー見ます。懐かしいなーって。そうなんですか。お酒飲みながら。ご自分のチャンネルを。ですね。タクロがよく見えるんじゃないですか。はい。海外で知り合った友達なんかにすぐ、うん、俺はこういうバンドにいるんだって言ってグレーを見せます。リンクを送る。海外のバンド見せる。見せる。いいですね。ジュローさん。あ、僕今日めっちゃ早起きしたんで、ひろしチャンネル見てました。ひろしチャンネルを。はい。今 YouTuber で活躍の。はい。むっちゃ好きです。あ、そうなんだ。お笑い動画結構見るんですか。お笑いっていうよりなんかキャンプ動画ですね。あ、そうか。今そうか。ひろしさんキャンプやってるのか。すごい。ひさしさんって何見てるんですか。僕はよく商品レビュー動画見てますね。あ、本当ですか。笑いどころかなこれ。今日もシグマのデジカメ知ってます。シグマのデジカメ見ててほしいなと思って、ええ、そういうので買った製品が結構多いですよ。 あとギタリストとかも見てますね。へえー、すごいと言ってるといつまでもトークしてるわけにいかないですね。いつまでいるんだ刺しちゃって話でございますんで、じゃあこの後もライブをよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。失礼します。グレイ。ごめんなさい。グレイ。サッシャ。ということで、25周年ということで今アリーナツアーを回ってるんですが、あまりねこの曲たちを
皆さんに披露する機会はないんですけども、YouTube の皆さんからですね、ぜひともこの曲をやってほしいということで、ちょっとこう皆さんも聴いたことのある、僕ら世代では聴いたことあるよ、そんな曲をですねちょっと用意してましたので聴いてほしいと思います。北海道出身の僕らだからこそ歌える曲です。聴いてください。ウィンターアゲイン。
柔らかな風が吹くこの場所で今二人ゆっくりと歩き出す。
確かに浮かんだ大きな背中を I wish, I wish 今も追いかけて I wish, I wish楽しんでいただけてますか。ハウエバーに関しては98年、ウィンターゲーバーは99年かな、ね、もう20年以上も経ってる曲たちですけども、こうやって20年経っても皆さんにですね聴いてもらえるのがすごく嬉しいし、やってきてよかったなと思える瞬間でございます。それではね、さっき1曲前に聴いてもらった「Colors」って曲もそうなんですけども、次の曲もですね、グレーの最新の曲なので、ぜひとも、分かんなくても体で感じて一緒になんかこう、これグレーチョップっていうみたいなんですけどもね、それをぜひともやっていただけると映像の見栄えもいいかなと思いますので、ぜひともグレーなんかこう受けてるみたいなね、そんな感じに見えると思いますので、ぜひとも一緒に楽しんでください。 OK! Oh, hey! Just fine!
というべき役
冷めた朝に風を感じて夢のロースーツ着を引きずるビニキスをいつか空立つの街を目指して一人に我慢積み立ちつつも想いときめきは危険付きだからとても壊れやすくもろいものだから目覚めた朝に誓うのだけを自分らしくあるがままにそうそのために何かできるだろう感じてるにも目覚ませ生きる春この心の闇確かに今日が昇る
ありがとうございました。アリーナツアー待ってますので、ぜひとも皆さんの近くの街に来られた際にはぜひとも遊びに来てください。今日はありがとうございました。